まだ僕の中のスタイルが全然決まってないんですよね。この動画を撮るにあたって、動物の森。しかも、今昼の時間です、これ。昼の時間にできてるんですよ。それは、いろいろまああるんですけど、簡単に言うと、自宅待機になったっていう。で、自宅待機になったから、これが、の人が増えたから、あつ森が売れたっていう話も聞いたけど、俺は買った後になるんやと思って、別に、だから何って感じですけどね。すいません。こんだけの人がやってるんですよね。でもみんな自宅待機で、俺がこそっと進めてまおうかなと思ったら、みんなもっと進めてるやんと思って、またこの人が強い。初めてやるって言ってたんじゃないですか、コメントで。あ、そっか。3個動画上げたけどさ、全部俺満足してないんですよ。全く面白くない。そんな動画になんかコメントめっちゃつくし、ビュー数もドラビルより増えてるんですよ。あんなに苦労してさ、文字ちっちゃくて読めないっていうドラビルをさ、なんでそんなにあっさり俺の何もしてない、スコップも作れない動画に、いいねいっぱいつくの、これ。こういう時代なん？あつ森って。買ってよかったわ。じゃあ。ほら、この人怖い。これ、あ、またここそもそもさ、出してなかったよね、前まで。カンストなんです。ここはカンストなんです。久しぶりなんか見るの、また出してくれたんや。こんなところですいません。もう、これ怖いことになりそうやな。万行くか。万行くやな、多分な。なぎさんが参入してくるとちょっと怖いっすね。なんか、怖いっす。外資系みたいな、なんか怖いっす。初めてやってるらしいですよ。なぎさんが初めてっていうのは意外でしたね。で、白うさみさんはやってんですけど、全然絡みはないです。ただ、僕一人でこうやって見てます。白うさみさんのことは。考えたなぁ、今。出てこんかったよな、2175って。これ動物の森の動画ですからね、すいません。そしてチキンさんがさ、始めてて、なんか頭痛やって言ってたんやけど、やってるやんと思って、昼。あれ？お笑いになった。ごめん。なんかバレた？俺の。まあいいや。ちょっと開けるかな。あ、開けるよ。2日前に始めてる。俺と一緒なタイミングで始めてる。俺と一緒な誕生日は嬉しいな。ありがとう。80時間でクリアしてる。俺何時間なんやろ？まあいいや、それと違う話や。で、あのね、そう、さっき言った通りさ、欲しいもさんもいたし、意外とこの動画って全然苦労しないじゃないですか。本当に何の攻略もない、ただ歩いてるだけなんですけど、ここさっきつけた時こんなになってたんですけど、こんな話聞いてるだけなんですよ。メガネもいらないです、でっかいデジ。ドラビルの時は行ったんですけど、その状態でですよ、あゆかさんからコメント来てるんですよ、8時間前。あゆかさんってさ、クールなイメージなんです、僕の中では。まあ、初めて見る人はすいませんけど、男かもしれないと思ってるって何回も言ってるんですけど、今回やっぱ女の人なんやなと思ったのが、風船はパチンコで撃ち落とせますよ。私も特産物リンゴでした。いつか女座の島に行きたいなって。なんか普通の子みたいな喋りしてる。これおばくくなるとちゃうでの話だから、パチンコで落とせますよっていう平和な情報を与えてくれる人になるんですね、やっぱ熱盛上は。まだ俺のスタイル決まってないけど、今日のスタイルではまだこの録音でみんなの雑談に、あ、コメント、みんなの雑談じゃないよ、コメントに返していくって言うんです。で、こっから先が面白いんですけど、倉富さんっていう人がさ、いつも可愛いんですよ、この人。なんか、わーいみたいな感じなんですけど、絡みましたね、まさかの、あゆかさんに。これ、返信の儀みたいになってるけど、いっぱいコメント中で、あゆかさんに返事してるんですよ。あゆかさん、自分オレンジです。で、おお、オレンジですか。自分の周りはみんなリンゴばっかなので羨ましいって言ってるんやけど、あゆかさんが。ちゃんと返事する人なんやと思って。で、その後7分前に倉富さん、旅行でヤシの実ゲットしました。ちょっと僕わかんないんですけど、オレンジと、俺もね、リセマラを自動的にしたという話は前してたんですけど、間違えてセーブ消してしまって、そしたら最初チェリーやったんですよね。チェリーの方が良かったんや。チキンさんと被ってただけで。で、リンゴなんです。リンゴはみんな被ってるみたいですね。今リンゴなんですけど、なぎさんもリンゴですってコメント来てます。材料を集めて頑張って道具 DIY してみてくださいって来てますね。じゃあ、ここから先はね、進めながらコメント返していきたいと思いますけど、なぎさんってさ、初めてどう思うでやるのにもう教えてくれてるんやっていうことですね。お知らせないんや。で、まだ決まってないって言ったけど、俺これ配信でやりたいなと思ってるんですけど、まだちょっと、配信だと絶対土曜日じゃねえや。まあ土曜日か。土曜日とかの夜になるでさ、
DIY レシピのアプリをお持ちの方にお花見セットのレシピを送ったと。やることいっぱいあんな。渚も言ってた、ゆるくやりたかった、初めてやったのにいっぱいやることあるんですって言ってた、うん、だからこんなにいっぱいやることありすぎると困るから、俺コンプリートは絶対しない方向に最初から決めさせてください。早くこの木切らしてください。この木を切る、あの斧をどうやって手に入れるんですか、本当に。そんで俺何にもないんやって、まだ昼屋でさ、この人起きたわ、この人が住んでます僕のところには、初めてや。だから昼やらなあかんやこれ。損じゃない、何か損じゃないっていうのは、昼の仕事の人はできんくないこれ。まあ夜にするんやろうけど、時間ね。そうそう、テントの場所探しのお礼にこれもらってくれまろ。テントね、確かに俺が探してあげたんです。いらんな、いらん、斧欲しいわ。これ意外とこう緩いゲームとか言いながら、実はあれなんじゃない、斧手に入れるのとか難しいんじゃないか。これ どれが光った今、これか。ああこれ釣ったで俺、いいやろ。でこれか、このね画面の見やすさ、なんなん、こんなじゃなかったの今まで。動物の森ってドラビルが細かすぎたんかな、おっちゃんには。おっちゃんがやるんやねこれを、昼やばいっすよね、うん。はい、あれ何これ、葉っぱの傘、桜の花、お花見セット。へえ、いいねいいねじゃねって。斧くれ、緊急脱出サービス。何これ、あ、あかんあかんあかん、あ、そうか言ってたね、バグった時に脱出。これねビオラさんに教えてあげたいです。ビオラさんだけこれやってなくて、ビオラさんだけ一人でグッジョブやってるんですけど、グッジョブバグって脱出できん時あるで、そっちに教えてあげたいですビオラさんウケるよな、一人だけグッジョブやってる。今日そういえば俺5個ぐらいゲームアップする予定です、うん、グッジョブ含めて。スマブラが出るので、マリオメーカーのコースが届いてるの、そしてドラビルを久しぶりにマルチするので、ラボ作れたら作ります。これめっちゃ多いよやること。だからこんなやること多い人がいる島じゃねえやけど、ちょっとコメント読みましょうか。こんだけでいいんやと思って。ラボっていうのはちょっと変身の儀とか見ていただければ分かるんですけど、ラボのやり方を教えてくださいっていう人がいたんですけど、俺教えられるかな今。まあいいや、配信入れたらいいな倉富さん。そしてパチンコも作りたい、そして小春さん明日見ますっていうところで、ね、すっげえ長いのが明日である、今日届いてるんやけど、オムさんの気持ちすごくわかる。私の方が極端かもしれないですが、ちゃんとやっちゃうと何かをできなくなった瞬間に全部やめたくなっちゃいます。だから似てる、あの完璧主義な社内やって、2回間だけど完璧主義者なんやろな俺と一緒やったとしたら。だから俺ね、寂しくなるからやり始めたくなかったっていうのがあったっていう話の返事やと思うんやけど、例えば今のイースターイベントやったらイースターイベントをコンプリートしなあかんや。そしたら次夏のイベント、夏どころかさゴールデンウィークとか始まると思うんやって、なんかくれるかな。だからそういうのができないから、こう行き当たりばったりでわざと進めていきたいっていう話もあるんですけど、そこら辺分かってくれるってことですね。世間話してる暇ねえな。あ、買うんかな斧、今の話からいくと。まだダッシュできること忘れてた。でね、 R で間違えてダッシュしてしまうというチキンさんいたんやけど、R でダッシュはドラビルの癖だけど、俺 R 押す癖すらもなくなってるという下手さっていうね、ドラビルので、 B ダッシュも忘れてるという一番中途半端な状態です今。いやもうこれ、ま、毎回同じやわ、ちょっとやばい、可愛すぎるけど。あいつこれ ATM か、ネット通販で、これネット通販機械でもあるやんな、このマルチメディア端末のタヌポートで、まず2日連続ボーナスとか入ったら、もうまたこれだけでも完璧主義よ。これ1日途絶えたら小春さんはゲームやめるやろ多分。もうわかるよ多分そういうことねって。うん、この途中で買っただけでもさ、俺ちょっと遅れてってすごい完璧が逃してるなと思ってるんですけど、そういえばこんなにコメント来てるのに俺に一番おすすめしてくれた人は来てないです。
俺はその人見てねんかもしれんけど、俺その人のために買ったみたいなところも 50% ぐらいあるからね。すいません、このたぬきショップ来てねっていうのはコメント来てねっていうだけですけど、もしかしたら見てくれてるかもしれない、すいません。あ、ここにあるんか。俺スリッポン探しててさ、もう本当に時間かけたくなくて、で、あの階段とかで、あの玄関とかでやった。1月に買いましたね、初めて。ケケ温度、あれない、何にもないな。斧はどうすんだこれ。最初はこんな難しかった記憶はねえぞ俺。ていうか、斧じゃねえ、スコップか。斧は俺の家の前が綺麗になりたいだけやけど、スコップや俺欲しいの。イースターのあの埋もれてるあれを取りたいんやってな。でまあこう歩きながら、こう何でもしながらこうやればいいよっていうのは後で読むチキンさんのコメントにもあったんで、それはしながらこう雑談していきたいんですけど、小春さんのコメントをもうちょっとだけちょっと読ませていただきます。長いんだよ、めっちゃ長いんで、これ画面一枚に収まってないんですよ。めちゃくちゃウケるよね。明日まで待たないと丸々できないみたいな制約とか、住人に話しかけないと引っ越しちゃったみたいなのが結構縛られるように感じてしまって、少しずつのんびりできる人向けですよね。だからそうないって、これねすごい不思議な現象で、実は縛りのないゲームやと思わせといて、なんかイースターには絶対入らなあかんとかは縛りにはなってるわな。確かに。パチンコくれー、これ見てるだけやな俺。これ今パチンコ、これ木で作れるやろ。これ木の枝持ってけばなんとかならんかな。ピコーンとひらめかんのかな。他に誰いる。あ、いた。あ、ちゃうこいつ。あ、俺上押してた今。ドラビルの癖が出た、よかった。あ、ドラビルの癖出てよかった。一応走る癖はないけどドラビルの癖出た。これや。おい、ちょっと待って、本当にどんくさいみたいになってるやん。やった。ああれで走りそうになった。わざとらしいけど、本当になぜか今のタイミングで。で次読みますよ。やっぱり実況だけでいいかなってなってますね。あ、小春さんやらんのや。実況だけでいいってことは俺頑張らなか、俺実況ならんよ。誰かの見た方がいいの。俺のただの雑談なので、その辺考えてて、こうバックミュージック的にさ、その雑談動画撮れっていうやつもいるんですよ。そういう雑談動画のバックミュージックにちょうどこれいいんじゃないかなと思ってるんですけど、どうやろうね。でもちゃんとやらなあかんっていう人もいるし、まあ、自分の中でまだ瞑想中なんで、どう進めていこうかなっていうところなんですよね。ただ面白くはできないんですよね。なんかこれを面白くするってどういうふうにするやろな。イースター、でも動物の森は魚や虫、恐竜の種類を知るのにとてもいいツールだったので、娘にはやらせたいと思ってます。ちょっと変身の気みたいになっちゃったんですけど、なんか昔の PC エンジンのゲームで英語を教えようともしてたからさ、めちゃくちゃ面白いんですけど、図鑑を。確かに、だから危なくないからな。これエラに刺されてたから俺昔外で。エラって知ってる？あのエラって方言かな。緑色の毛虫の何百倍ぐらい気持ち悪いやつがいて、あのめっちゃ痛かった記憶ありますね。そういうことないからね。あとクラゲに俺刺されたんですよ。その時に本当にの話なんですけど、ちっちゃかったんですけど、競争してて、で見えた時にはもう緑色の長い足のクラゲやったんです。クラゲと思わなかったかもしれんけど、あの時は。でそのこれ取りながらでいいか、雑草。あ、これ雑草なんかな。ってことはこれは取ってかなあかんやつね。こんなんあるやん、ゴキブリじゃねえやん。雑草あったっけ今までも。これ綺麗やで、分からなかった。綺麗になってるか雑草が。
昔より。昔もっと汚かったよね、雑草って。で競争して避けたんですけど刺されたんですよ、左腕に。で泣いてて、でこういうとこに上がってきた時に、その競争相手に俺の体についてたその触手が全部飛んでって、そいつも泣くっていうことが起きたんですね。であれ半端なくて、他のクラゲより何百倍も痛かったんですけど、また上押しちゃう、病院行って、であと今でも残ってるんですよね、何十年も。でそのクラゲ何か分かんなかったんです当時、そんな糸ミミズが飛んでくみたいな。で知恵袋で聞いたんですよ、そうやと思って、何年か前に、今の時代知恵袋あるやんと思った。そしたらすげえやばいやつやったんですよ、エボシのなんとかっていうやつやったんですよ。これ図鑑で安全だよって話からつながってます、つながってますね一応。あ、瓶かと思った、メガネください。この服めっちゃいいな俺の。あ、落ちたんかと思った、落ちんなあれ。だから小原さんはがっつりしたゲームがやりたいんやろな、うん、俺も気持ちは分かります。ビオラさんはだからやってません。じゃあ次読んでいきますね。イースターは私も嫌感あります。留学してた時も馴染めなかったし、きっと私はイースター馴染めないまま終わりました。意外やんやってな。だって前さ、俺ハロウィンの話で一遍謝ったことあるでさ、謝ったハロウィンも馴染めてないんですよ俺まだ。だからこそドラビルのハロウィンが収穫祭ってしか言わなかったところを、今回の俺のハイライト編集にもアップしてるぐらい気に入ってるシーンなんですけど、イースターとかもどうしていいかから、だからイースターって何かまだ分かってないし、そもそもイースターのことをこう調べてたらいつの間にかハロウィンとか超好きになってるかもしれんの、逆に。まさかでも、小原さんはそういうの得意かと思ってたんです。見づら、でもいいことないからな本当は。そういう風に言うじゃないですか、何でもそう、何でもこう入っていって自分の文化にする、日本はいい国やっていう話もあるんで、なると思ったって。それこれ絶対この竿じゃ取れんっていうやつだよな多分。好きとか嫌い以前に何していいかわからない、そうそうそう、だからハロウィンも何していいかわからない、そうそうそう。ディズニーでもやってるんですけど、卵探し、ただ卵にカラーリングするのは好きディズニーでやってるんや、そうなんやな。これ今俺何したらいいの、今こそ。これ本当に何していいかわからん状況やで今俺、これハロウィンじゃない、イースター以上に。イースターのあいつどっか行ったし、小原さんっていうのはねディズニーの方なんで、ディズニーの方がこの動画を見るっていうのもやっぱり相変わらずすげえことやなと思いますけど、お誕生日聞いたら何かしなきゃって思っちゃうのはそうかも。オンさん優しいですね。ああ俺がお誕生日教えたくないって言ってたんですよね。なんか教えたくない理由がよくわかんないですけど、こう全部毎日が誰かのバースデーになればいいかなと思ってますけど、OM さん優しいっていうか、これ優しさなのかな、なんか気使ってしまうっていうこの繰り返しがを全部取っ払いたくなった時があって、でもそれを知ろうとしてくれる人がいるなら嬉しいですね、ありがとうございます。でドラビルのおかげで読む癖がついたっていうのが一番嬉しいです俺もドラビルも今のこのあつ森の気分でやり始めてるけど、最初正直あれ面白いですねやっぱ、動画とかも編集しててそう思ったし、やっぱ可愛かったなキャラ、あつ森も多分そんな風になってくやろうなと思いますけど、この動画意味あるかな、ちゃんとなるねこれ、こういう風にすげえ、そうやってしたことある。でも危ないからね、エラの話に戻っていい、エラめっちゃ痛えよ。でもエボシなんとかのクラゲのエボシってやつの方が痛かった、今でも後残ってる。でもエラも飛び上がるぐらい痛いんで、
だから毛虫って刺されるんか。俺毛虫に刺されたことないですけど、多分毛虫より絶対痛いんで、図鑑でがいいツールやと思います俺。本当に。じゃあ次行きます。チキンさん、この次行きますっていうの懐かしいな。トラベルの時やってたの。おいもりでも風船飛んでましたよ笑い嘘あのチキンさんとはさ、おいもりこの時期やからこそおいもりしましょうっていっぺんカセット探した時あったんですけども、あ今そう、あ庭さんの時はよかった。これ預けなか、預けるところなんてあったっけ。売るか、売るかっつってああやって入るとこってドラビルっぽい天然が入りますよね。またでも結構判定がね、判定がシビアになってます、ドアの判定が。だからあそこちょっと横やとあそこにいる虫捕まえられるようになってるという面ではいいですよね。うん、探していいか。あこれや、あった。じゃあここでチキンさんのコメント読みたいです。動物の森ってプレイヤー次第でゲーム内容変わると思います。あそうなんや。追い森でも風船飛んでました、めったに来なかったんって。今はあっさり飛んでくるんですかね、それとも俺がレアやったんでしょうか。私はやることいっぱいだと思うので、 雑談してる間も雑草抜くとか木の枝一つの木から8本は取れる。あそうなんや。取るとか毎日メッセージボードん、メッセージボトルが海岸にあるのでと思うので、それを取りに行くとか住人に話しとくとか、あまり話さないとどっか行っちゃうかもやって。果物を取ってつぶきちに売りつけるとか、売りつけるって言い方悪いな。やることはいっぱいあると思ってます、毎日のルーティン。でもオムさんが雑草あっても別にいいならそれでいいし、ゆったりされるならゆったりあつ森楽しんでほしいと思ってます。味方ですがオムさんが困らないようにと思ってますので、必要じゃない米だと思われたらスルーしてくださいね。え、一番最後に書いてあるけど、え、味方です。チキン復活しましたので、この動画にもコメント残します。めちゃくちゃ嬉しいです。最後チキンの顔になってました、ありがとうございます。なんやこの人たち、みんないい人やなこれ。だから俺もその時の気分でやりたいんですし、イースターも好きになる、なれたら嬉しいなと思いますし、イースター自体を、ね、どういう風に楽しむかとかもまた教えてくれたりとか、そもそもパチンコのとかも教えてほしいし、一番嬉しかったのはこのあゆかさんと倉富さんの絡みやね。この絶妙な、なんなんこの絡み、なんかすげえすげえ人とゆるゆるキャラの絡みみたいな。これやね、さっき撮ったの。これいいな、一番。今あの絵を見て思い出したんやけどさ、俺ね、バカやったでさ、本当に。虫かごの中にのいっぱい殺してん、殺したんやって、生き物を。殺したって潰したわけじゃないですよ。こう失敗して。だから、そういった意味でもいいツールやと思います、小春さん。うん。こっちで教えた方がいいと思う、俺。安全で虫にとっても安全っていうことですよね。これこれでやり方合ってんの？上げていいってこと？あ、なんか覚えさせてくれるんかな？はあ、あ、すげえすげえ。え、これ前俺も動画で言ったけどさ、こう持った瞬間みんなチャラく見えるの俺だけか、これ木だけ、木から木材を、あっ、おー来た、斧来たぞ、斧。本当に欲しいって言ったら来たやん。楽しんでるね俺。はい、やった。なんて気利くんや今回のタヌキチ。俺タヌキチ嫌いじゃなくなってる若干。ここ開くんじゃなかったかな今は。あ、人と話したよっていうやつ。おお、すごい、結構もらえる。50を何個も頼めなんかあんのかと思ったら、このミッションクリアしていけばいいやな。雑学の代表、これ何、何でもらったやろ。今読んでなかった。あ、DIY のレシピが増えたんや。これずっと下まで見ていかなかったのか。ジャンプ、これか。
オッケー。あ、今あったね、ごめんなさい。思い出の写真に残そう。あ、撮ったよ、これ前、だいぶ前に。あ、2日ってちゃんと出るところ好き、これ。俺これ 3日ってなったら嫌やなっていうぐらいもう嫌なんです。映える写真好き。こんなこと言っちゃっていいんかな、これ10年後にやった時どうするやろう。こういうのね、逆にだから追い盛りをやりたかったのもあるよね。その時はやってたものって何やったんやろって。追い盛りの時なんて携帯電話もガラケーもなかったんじゃないんか。ガラケーも、あ、携帯電話はあったと思うけど、そのそういう何か流行ってたものがその当時もあったんやろうから、そういったものも面白いなと思いますね。あれ全部集めてえな。じゃあちょっとスコップをついに作れる時が来たんで。あ、違う、スコップじゃねえ、斧や。これなんでこんないっぱい出てる。めっちゃ見やすい。俺この大きさにしてほしい。ドラビルも、ドラビルのあのちっちゃいあれ、やっぱ俺おっさん無理やん。これすっごいおっさん用やこれ。だからあのおっさんの携帯、おっさんのスマホってだからあるやん。うん。石どうやって取ってくれるの。だから俺スコップ欲しすぎてさ、スコップって思ってたけど斧も欲しかったやったね。でも斧より本当はスコップの方が欲しかったのに、ごめん。チキンさんのコメント読んだな。いや、コメント全部読んだね。なあ、ちょっとまたゆるゆると昼の生活してますけども、石だけ持って帰っていいですか。あ、こんな簡単に手に入れられるの石。ちょうど落ちてた石を使って斧を手に入れたところで終わりますかね、今日は。ゆるゆるやな、すんごい進捗のない。で、あの10分の10って何やったの、あれ。結局誰もそれだけ教えてくれんかったな。そういえばお腹いっぱいっていう意味なのかどうかも分からんし、あれ壊れそうないけど消防用のって。もういいよ、もういいんやけど。巣箱、全然集まってないんやってな、これ。地面の卵ってある。岩の卵ってある。高橋、スコップさ、やっぱいるんやけど、木の卵ってある。あ、ウッディーな卵ってある。ウッディーな卵取れるんじゃ、俺。行こう。ウッディーな卵取れるんじゃないんかな。斧使ったら。何このチェック。あ、俺が今持ってるってことね。ちっちゃい。ウッディーな卵どこにあるやろ。とりあえずこれだけ切っとかな。俺の登場シーンがあれやで。お、すげえ。あ、ウッディーな卵出てきた。あれ全然切れんねやけど。これ揺らすだけのやつなの、これ。ウッディーな卵って、あ、ウッディーな卵じゃないよ。これ何。うわ、もうどんどんドラビルっぽくなってるやん。これどっかに預けられるんやったら売ればいいんやんな。ちょっと売ってこなあかんな、これは。売ってこなあかんけど、まずこれだけ手に入れさせてもらいますわ、動画的に。これポケット4次元ならんのかな。いつかなるんかな。さて、そんな気合わ。これの説明でも見て。食べたかんよ。うん、危ねえ。ここに置いとかなかんな。大切に置いとこう。じゃあおやすみなさい。あ、手紙届いてるのだけ見てから終わります。いっぱいやることあるわ、確かに。うん、30分。スイッチとウッディーな卵をなくさんように置いときます。あれ15個全部まとめておくのね。わかりました。めちゃめちゃ大切やん、あれ。よう出てきたな、今。いい感じで。チカチカチカ。よう、母ちゃん買っとくな。え？小
暦見て気づいた君の誕生日祝う気持ちをお届けし、え、これ五七五七七になってんの。ありがとうございます。あれこれお土産ついてんの、取って入れてなかったよ俺。何が入っ、お土産前もらった気がしたんやけど、どこ行った、あった、母の手作りケーキ、さくらんぼ、さくらんぼがレアやでの今の俺の町では。ありがとうございました。でみんなと会うのはどうやって会うんですか。みんなあの僕の島にいつか来たいって言ってくれてるけど、マルチが解放されるとかあるんですか。また教えてください。